ビシェフラットにある、リブシェとプシェミスルの像、ヨゼフ・バーツラフ・ミスルベクによる、リブシェは、チェコの建国神話に登場するプラハの女性英雄、チェコにおける伝説の女王である、コスマスの年代記、ダリミルの年代記などチェコの歴史について書かれた古い文献のうちのいくつかにその伝説が記されている。それによれば、チェコの地にやってきた人々ははじめ平和に暮らしていたが、 そのうち互いに争いが起こるようになり、問題を解決するために人々は、周に抜きんでた存在であった黒くという男に裁定を委ねた。黒くには優れた三人の娘がいて、中でも末女のリブシェは、その資料懸命にして構成、命題、その上未来を予言する能力を持っていた。人々は黒くの死後、リブシェを裁定者として頼った。 ある時争いの最低で不満を持った一方の人物がリブシェが女のみでありながら自分たちを支配するのは納得いかないと抗議した。それに応えてリブシェはならば我が夫となる人物を連れてきてその人物に統治させようと言い,い、投資の能力によってプシェミスルという一人の農夫を我が夫と指定した。こうして以後はこの夫婦によってチェコは統治された。またある時リブシェは 夫とおもだった人々の前で未来を見、予言した、ブルタバ川のほとりの丘に城がそびえる様子が見え、その城は栄光は天まで届くほどだ。そこに行けば、森の中でカモイを作っている男がいて、それにちがんで、城の名を百島の町プラハとしよう。人々は予言に従って城を築き、これによって、プラハとプラハ城の歴史が始まった、より古い文献である。 コスマスの年代記では、リブシェは、リブシーン城に住んでいたとされている。しかし、より以後に記されたジェコ王たちの年代記や16世紀のハーギクの年代記では、舞台がプラハ城にほど近いビシェフラットに変わっており、以後に書かれた歴史でも、そのように記された。そのため近代に至るまで、リブシェとビシェフラットは、両者一体で語られ、下記の作品内でも、そのようになっている。 近代に入って、チェコで民族主義の思想が広まると、リブシェの伝説はが全注目を集めるようになった。文学のモチーフとして取り上げられ、リブシェの絵画や彫刻が建築を飾るようになった。リブシェは民族の導きで、象徴として扱われたのである。そのたた数、ありがとうございます。